中越戦争は中華人民共和国とベトナム社会主義共和国の間で1979年に行われた戦争である。原因となったベトナムカンボジア戦争とそれに伴うカンボジア内戦と合わせ第一次インドシナ戦争とベトナム戦争に続く第三次インドシナ戦争とも呼ばれている。ベトナム戦争終結直前。 ベトナムの隣国カンボジアでは1975年4月にロンヌルの新米軍事政権が倒れ、1976年1月にポルポと率いるクメールルージュが政権を奪取し、民主カンプチアの成立を宣言した。しかし、間もなく大量虐殺を伴う恐怖政治を行うようになった。ほぼ同時期に成立した統一ベトナムは、実質上北ベトナムが、 南ベトナムを併存したものであり、そのベトナムは、リンゴクラオスとも、軍事同盟を結んで、ベトナム軍を駐留させた。一連の行為はカンボジアから見れば、北、ベトナムが着々とインドシナ全域へ、支配領域を広げているかのように解釈され、次はカンボジアが併存される強い危機感があった。またフランス支配以前の両国は、メコンデルタの領有権を争っており、 旧来からの因縁があった。結果、両国間では対立が激化し、1978年1月に国境紛争によって国交を断絶した。ベトナムはカンボジアから亡命していたクメールルージュの軍司令官編サムリンたちを支援するという形でカンボジアに侵攻し、1979年1月にプノンペンを攻略。 ヘンサムリンによる親ベトナムのカンボジア政権を樹立した。ポルポトは密林地帯に逃亡し、ポルポト政権は崩壊した。カンボジア側からすれば、ベトナムがインドシナの派遣を握る野望を持っているという器具が現実のものとなったのである。一方、当時のベトナム政府にとっては、カンボジアとの未確定の国境問題、ポルポト政権が カンボジア領内のベトナム系住民への迫害を含む恐怖政治を行い、小規模だが繰り返されるベトナムへの侵攻、挑発は、眼下できないことであった。ポルポト政権はソ連ではなく、中国から支援を受けていた。当時、3つの世界論からソ連を敵視した中国は、中ソ国境紛争では、ソ連軍と交戦するなど、対立関係にあった。 中国にしてみれば、第一次インドシナ戦争とベトナム戦争で、もう東時代の中国から支援を受けた、ベトナム政府が中国から援助された武器も使って、中国の友好国であるカンボジアのポルポト政権を崩壊させたことは、恩を忘れた裏切り行為であった。また、統一ベトナム成立後の社会主義化政策は、旧南ベトナム地域の経済で力を持っていた。 中国系住民を追放したことも中国を戦争に駆り立てた。さらに1978年11月3日にベトナムがソ連とコシ友好協力条約を結んだことも中国を刺激し、中国にとってソ連の同盟国支援を試す狙いも中越戦争にあった。中国はソ連との直接戦争にも備えてソ連との国境から警報で民間人を避難させ、 大部隊を中流させて、海戦の準備も着々と進めていた。中国の計算通りソ連はベトナムを支援するも、直接軍事介入に出ることはなかった。1979年1月28日から2月5日にかけてアメリカ合衆国を訪問した、東商平はベトナムに懲罰的軍事行動を行う、用意があることをアメリカ合衆国大統領のジミー・カーターに示唆していた。 2月16日にソ連との軍事同盟であった中ソ友好同盟総合援助条約は期限切れとなり、当昇平はアフガニスタンとモンゴル人民共和国からのソ連軍の撤退などを受け入れない限り条約を更新しないことを表明した。1979年1月1日以降、中国は56万人の兵隊をベトナム国境に集結させ威圧を開始。2月15日、 中国共産党最高機関の中央委員会副主席の鄧小平は同盟国カンボジアへの進行と同国内の中国系過人の追放を理由としベトナムに対する懲罰的軍事行動を正式発表することをもって宣戦線布告を行う。ついで2月17日中越国境地帯全域から1500門の銃砲による砲撃を行った後ラオカイカオバン ランソン各市街の選挙を第一目標として、10個、軍30万名からなる軍勢をもって、西部、北部、東北部の3方面から、ベトナム国境を侵犯した。中国では、この戦争と80年代の国境紛争とを合わせて、対越自衛反撃戦と呼び、ソ連ベトナム連合の進行を恐れての行動と主張している。この時期、ベトナム軍主力はカンボジアにあり、 特に西部には第316不評師団、第345不評師団を中心とした正規軍2個師団ほどと民兵しかいなかったが、西部に限らずこの民兵は、ベトナム戦争において米軍に勝ち、ベトナムを統一した主力大役兵を採集した部隊であったために、実戦経験が豊富であり、さらに、ベトナム戦争時の大量のソ連製や中国製の 長距離砲を含む各種の武器、弾薬も確保していた。そればかりでなく、旧南ベトナム政府軍やラオス内戦当時の右派、ミャオ族から接収したアメリカ製兵器の大半も使用可能であり、正規軍に匹敵する精鋭が揃っていた。中国人民解放軍は、国産の62式系戦車と T-54 中戦車を、 ライセンス生産した59式中戦車を主力に、ベトナム各地に進行したが、ソ連から供与された RPG-7、追戦車ロケット砲や QM14 対戦車ミサイルといったベトナム軍の対戦車兵器により多数が撃破され、また、ベトナム国境付近は地雷腹になっていたために、人海戦術を用いてさえ不評を進めるのは困難だった。そのため、 中国軍は、軽戦車から69式戦車といった MBT までを投入し、地域によっては山越えをして、ベトナムの側面に回り込むさ、文化大革命の悪影響や兵団等の準備不足に加え、初期の戦闘で中国軍の損害を大きくした原因の一つに、ベトナム軍の長距離砲を使用していたことが確認されているがあり、加えて、ベトナム軍の砲兵陣地は強固で、 それを潰さない限り、ベトナム軍の防衛戦を突破できないことが明白であったため、中国、対するベトナム軍は、兵力において圧倒的に勝る中国軍の背後軌道を防ぐため、複数の陣地を構築し、敵に損害を与えつつ交代する、重心陣地戦を多用した。中国軍は、その後、主力を各ベトナム軍の交代に合わせて進軍し、2月25日に、カウバン、 2月26日に、ラオカイ3月5日には、ベトナム東北部の要所ランソンを占領することに、成功し、ベトナム北部の5つの省を制圧したが、野戦軍はその過程で、大きな被害を受けており、支払った代償は多大であった。一方、ベトナム軍は包囲されることなく、ランソンから交代し、南方に約 100km 離れたハノイ郊外に構築された、巨大陣地に入った。 ハノイ市民も陣地構築を手伝い、軍と共に小銃や対戦者火器を抱いて陣地に入り、決戦の構えを見せた。ランソンを中国軍が占領したその日の夜、ついにカンボジア方面に展開。ベトナム軍主力と軍事衝突すれば、野戦軍のさらなる被害増大と占領地の維持が危うくなることから、直ちに中国中央軍事委員会は撤退を決定。 翌日の3月6日のベトナムへの軍事的懲罰の完了を宣言とともに中国軍に対して撤退を命じた。撤退を始めた中国軍に対してベトナム軍主力は追撃を開始するも中国軍は占領していた省から撤退するにあたり設備や家畜などを略奪し住宅やインフラを徹底的に破壊する非人道的な消土作戦を行い3月16日までに ベトナム領から撤退した。当時の装備の面では、ベトナム軍はソ連からの支援を受けて、陸上戦力、航空戦力ともに高い水準を開戦直後より維持していた。中国では、中蘇対立以前のソ連製の兵器をもとに、装備の自主開発を行ってきた。例えば、当時中国軍の最新型戦闘機は、戦撃7型であったが、ベトナム軍では、 ミグ -21 の完成型であるミグ -21 ビスが運用されていた。中国軍の主力機は、戦撃7型、レーダーを積んだ、戦撃6型、レーダーを搭載せず武装搭載量も貧弱な戦撃5型で、爆撃機は、轟きさく5型や、轟きさく6型であった。地上では、中国軍は T-54 の、デッドコピーである59式戦車や、それを、 スケールダウンした62式系戦車が多く、ベトナム陸軍も関係悪化以前に供与されていた59式戦車と、そのオリジナルである T-54 や T-55 が主力であり、旧式な T-34 から85歳も使用されていた。両国の戦火、被害報告が一致しないこともあり、世界各国では現在も、 中越戦争の結果についての分析が続いてはいるが、中国にとって本戦争はベトナム北部の一時的な制圧という政治目的こそ達成されたものの、準軍事的には悲惨な完敗に終わったとの見方が大勢である。戦争を取材した欧米の記者たちは中国軍がベトナム軍の重心防御陣地に自殺的な突撃を行い大量の死者を出していると発信した。また、 当時の人民解放軍は、プロレタリア文化大革命の影響で階級を廃止しており、複数の部隊が合流したり共同して、戦闘を行う際に、それぞれの指揮官の序列が曖昧になり、混乱をきたした。また、指揮官が戦死、あるいは戦勝で指揮が不能になった時に、代わって指揮を取る次級者の序列が存在せず、指揮命令系統が崩壊する例が多かったと言われる。 この戦争の後、中国において、軍の近代化が最優先の国家目標とされることとなる。中国は短期間でベトナムを制圧できると考えて、いたにもかかわらず、自国の指揮系統が内部崩壊することを全く想定していなかった。この戦争の犠牲者に関しては、中国人民解放軍の混迷軍区の報告書である、 対越自衛反撃戦争決では2月17日から2月27日までに、ベトナム軍1万5000人を殲滅し、2月28日から3月16日までに3万7000人を殲滅したと主張し、自軍の戦死者は6954人、戦勝者は1万4800人ほどだと報告している。一方、ベトナム国防省の軍事歴史院が編集した。 ベトナム人民軍50年では60万人の中国軍のうち2万人が戦死し、4万人が負傷し、合わせて1割の死傷者が出たと記している。ベトナムはヘンサムリン体制を保護するため、その後もカンボジア駐留を続け、1980年6月にはリンゴクラウスとタイの国境紛争に介入して、タイに侵攻するなど、影響力強化のための軍事介入を続けた。 改革開放路線である、ドイモイ体制が始まって、1989年9月に、ようやく撤収した。毛沢東死後の権力闘争を争っていた、東昌平は朝鮮戦争以来の大規模なこの、戦争を主導したことで格好たる、権力基盤を確立したとされる。また、再び、中国に亡命してきたノロドムシハヌークを保護し、シアヌークにポルポト及び、 シンベウ派の孫さんとの共同戦線をし、また中国はフルロなどベトナム国内の少数民族による反政府活動を支援した。これらにより中越の緊張関係は続き、1979年から1989年にかけては中越国境紛争や赤売り障害戦などが引き起こされ、破れたベトナムは、 中国にとって有利な条件での国境線確定を容疑なくされた。結局、中国の支配地域が増すこととなった。しかし、1989年にはカンボジアに派遣されていたベトナム軍に対し、ベトナム共産党書記長のグエン・バンリンは撤退を命じた。これは CGDK を支援してきた中国やアセアン諸国との関係改善の糸口となった。 1990年9月3日、林書記長は同、無意首相、ファム・バン・ドン元首相と共に、秘密裏に中国の四川省成都市を訪問し、郝拓民総書記と会談した。この訪問は、中越戦争以来初めてのベトナム指導者の訪中であり、中越戦争時の捕虜交換や国境地帯の非武装化など、国交正常化の基本条件で合意することとなった。 大陸国境線は2000年代に入って確定したが、西佐諸島及び南佐諸島の国境線は確定されておらず、領有権をめぐって領土問題は残されており、双方の武装船が相手方漁船を銃撃する事件がたびたび起こった。2011年に入ると、南シナ海で両国の対立が激化し、6月には南佐諸島の周辺海域において、ベトナムの漁船が、 中国軍官邸から銃撃を受けるベトナムの石油探査船の調査用ケーブルが中国の海洋監視船に切断されるなどの事件が頻発した。また、同海域において中国軍、ベトナム軍が共に大規模軍事演習を行うなど緊張が高まっている。一方ベトナム国内でも思想や表現の自由がない共産党政権下では 異例の大規模範中デモがたびたび認められるなど、国民の間でも反中感情が高まっている。これらの事情から、ベトナム政府は1979年以来となる徴兵令を発令して、アメリカ軍との合同軍事演習も予定している。多数の第四世代戦闘機をはじめとした膨大な戦力を有する中国人民解放軍との戦力格差は歴然としており、 ベトナムと中国との微妙な緊張関係が続いている。日本共産党の機関士赤旗のハノイ特派員だった高野伊が取材中に中国兵に銃殺されて、この戦争で唯一の日本人犠牲者となっており、ランソンでは高野伊の記念碑が現地のベトナム共産党委員会により管理されている。中越紛争に従軍した音楽大学の学生が作曲した。 歌詞の内容から、後64天安門事件の代表曲の一つにもなった。ありがとうございます。